こんにちは、パワミです。本日はフォームスのアンケート結果をパワーオートメイトを使ってシェアポイントリストに自動で格納し、パワー BI で自動集計する方法を解説します。本日の内容です。まずはじめにフォームスのアンケート結果を全自動で集計するイメージを説明します。続いてフォームス投稿時にパワーオートメイトでシェアポイントリストに自動で格納する方法を解説します。最後にパワー BI でシェアポイントリストに接続し、アンケート結果をレポート化し、自動更新する方法も紹介します。フォームスはアンケートや申請等のフォームを誰でも簡単に作れるツールです。毎月のアンケートや通年の申請をフォームスで受けて自動で集計したい場合は、工数の削減ができ、とても有用なので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは、Power BI、Power Apps、Power Automate 等、Power プラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったら、チャンネル登録もお願いします。まずはじめに、フォームスは、簡単にアンケートや問い合わせ等のフォームを作れるツールです。難しい操作は必要なく、誰でも直感的にフォームを作成でき、相手にリンクを共有することでフォームに回答してもらうことができます。例えば図のように簡単にアンケートフォームが作成できます。左が作成したアンケートフォーム、右が回答してもらった結果になります。右図を見ると分かりますが、フォームス自体も簡単な集計結果を図で出してくれます。さらに、フォームスの結果は Excel に保存され、Excel を開くをクリックすることで、保存されたフォームスの回答結果をエクスポートすることができます。フォームスで回答結果を自動集計までしてくれるなら、それで十分じゃないか。なぜわざわざパワーオートメイトを使う必要があるのか。そう思う人もいるかもしれません。しかし、フォームスには問題点がいくつかあります。まず、フォームスだけでは回答結果の細かい集計はできません。簡単なアンケートだけなら、フォームスだけでも十分かもしれませんが、細かい分析をしたい場合には不十分です。また、Excel は手動で保存する必要があります。限られた期間で1回で終わるアンケート等ならば問題ありませんが、例えば定期的に取るアンケートや通年の申請等、定期的に集計もしたい場合は、毎回手動で Excel を保存するのは面倒です。これらの問題を解決するため、Power Automate や Power BI を使います。まず集計は Power BI を使ってレポート化し、自動更新すれば解決します。フォームス結果の Excel を手動で保存する代わりに、Power Automate を使って、フォームスの投稿があるたびにシェアポイントリストに自動登録すれば、フォームス投稿の集計がすべて自動化できます。フォームスのアンケート結果を全自動で集計する全体イメージを示しました。まず、フォームスにアンケートの投稿があったら、それをトリガーにしてパワーオートメイトが実行されます。パワーオートメイトはフォームスで投稿された情報を取得し、これをシェアポイントリストに登録します。シェアポイントリストに登録されたフォームスの結果を集計するには、パワー BI を使います。パワー BI でシェアポイントリストのデータを取得し、レポートを作成してパワー BI サービスに発行しておけば、例えば毎日朝7時など指定した頻度で集計結果のレポートを自動更新できます。今回はこのような感じで自動化をやってみようと思います。それでは実際に Power Automate 画面でフォームス投稿をシェアポイントリストに自動で格納する方法をデモします。今回は簡単にフォームスでパワープラットフォームに関するアンケートフォームを作成しました。質問は3問で、1問目は1つだけ選ぶ質問で、2問目と3問目は複数選択が可能な質問です。
ちなみにフォームスでは設定で名前の記録にチェックを入れると回答者の名前も自動で保存されます。各回答の通知をメールで受け取るにチェックを入れれば、回答があった際にフォームス作成者にメール通知が行くようになります。プレビューをクリックして試しにいくつか回答してみます。今回はパワミが何回も回答できていますが、設定で1人につき1つの回答にチェックを入れておけば、1人が複数回答することができなくなります。一旦戻って応答を選択すると、回答結果が集計され、簡単なグラフ化されています。今回のような簡単なアンケートならばこれで十分かもしれませんが、もっと詳細に分析したい場合はPower BI を使うと便利です。Excel を開くをクリックすると、保存されている回答内容を Excel で見ることができます。今回はこんな感じです。この回答内容を Power Automate を使い、自動で SharePoint リストに格納します。SharePoint リストは、SharePoint サイトのホームから新規、リストをクリックして、追加できます。空のリストからリスト名を決めて作成します。今回 SharePoint リストは例えばこのような感じで用意しました。すべて1行テキストで質問が3問あるので、各質問の列を用意しました。回答がレコードに追加されていくイメージです。1人の回答が1レコードに格納され、この時 ID 列に重複のない整数が自動裁判されます。そのためアンケート回答者には自動で1、2、3と番号が振られる形で登録されます。例えば所属部署等を回答してもらい、分析に使いたい時は1行テキストを追加して格納するための列を用意しましょう。こんな感じでフォームスの回答を格納するためのシェアポイントリストの準備ができました。次はパワーオートメイトでフォームスの回答があったら、このリストに自動で格納するフローを作成します。パワーオートメイトは作成から自動化したクラウドフローを選択して作成します。まずはフロー名を入力します。次にトリガーはフォームスで検索して出てくる新しい応答が送信されるときを選びます。作成をクリックしてパワーオートメイトフローを設定していきます。パワーオートメイトではこのように最初にフローが実行されるトリガーを選択し、その後で実行するアクションを設定していきます。トリガーとなるフォームスの新しい応答が送信されるときで、フォーム ID をドロップダウンから選択します。ここでは作成したフォーム名を選択するだけです。次にこのトリガーでフローが開始された後のアクションを書いていきます。まずはフォームの回答結果の情報を取得する必要があるため、新しいステップをクリックし、フォームスで検索します。今回は応答の詳細を取得するを選択します。フォーム ID は先ほどと同様、作成したフォーム名を選択します。応答 ID とはフォームスで受けた回答の中からどの回答であるかを識別するための1位の ID です。ここを選択すると動的なコンテンツが候補で出てきます。ここで出てきた応答 ID を選択します。この応答 ID は最初のトリガーであるフォームスの新しい応答が送信されるときに取得した応答 ID になります。つまりフォームスで新しく回答がされたら、そのタイミングでこのパワーオートメイトのフローが開始されて、その時回答された
応答 ID が取得できるということです。さて、次のステップでは、取得したフォームスの応答の詳細をシェアポイントリストに格納します。新しいステップをクリックし、シェアポイントで検索します。シェアポイントを選択したら、項目の作成を選択します。項目の作成では、指定したシェアポイントリストに新しいレコードを追加することができます。サイトのアドレスでは、シェアポイントサイト名を選択します。リスト名では、先ほど作成したシェアポイントリスト名を選択しましょう。すると、シェアポイントリストの列が自動的に表示されますので、各列に何の値を追加するのかを選択します。選択すると、また動的なコンテンツの候補が出てきます。一番上の列には、パワープラットフォームをどれくらい使っているのかの質問に対する回答を入れたいです。先ほど追加したアクション、フォームスの応答の詳細を取得するで取得された情報から、パワープラットフォームをどれくらい使っていますかの情報が取得できるので、これを選択します。同様によく使うサービス、パワープラットフォームの不満点についての回答も動的なコンテンツで選択します。余談ですが、フォームスの応答の詳細を取得するアクションで、回答者の E メールも取得できるので、回答者に何か自動返信メール等をしたい場合は、この Responders E メールを使います。さて、これでフローは完成したので、保存をクリックします。戻るボタンをクリックしたら、実際にアンケートに回答してみて、フローが正常に実行するか確認してみます。フォームスのプレビューからいくつか質問に回答します。パワーオートメイトのフローが正常に実行されれば、この実行履歴に表示されます。更新をクリックすると、状況が成功となり、フローが正常に実行されたことがわかります。実行履歴の一つをクリックすると、実際にどのような処理が実行されたかを確認できます。ここでは実際にフォームスの回答から取得した値、シェアポイントリストに登録された値が確認できます。フローが失敗したときには、ここでどういった原因でフローが失敗したかを確認すると良いでしょう。シェアポイントリストを確認すると、パワーオートメイトで正常に登録されたことがわかります。次に、パワー BI でフォームスアンケート結果を分析し、自動更新する方法をパワー BI 画面で説明します。パワー BI デスクトップアプリを開きます。データの取得から詳細を選択します。シェアポイントオンラインリストを選択します。接続をクリックします。サイト URL はシェアポイントサイトのホームタブを選択した時の URL をコピーします。今回実装で 2.0 を選択し、詳細オプションで規定のビューに設定されている列を取得を選択します。このオプションを選択すると、シェアポイントリストで表示されている列のみ取得することができ、不要な列は削除してくれるので便利です。これで OK をクリックします。データを格納しているシェアポイントリストを選択し、データの変換をクリックします。パワークエリエディターでの詳しい操作はまた別の動画でまとめるため、今回は省略します。パワー BI レポートを作成したら、パワー BI サービスの任意のワークスペースに発行します。
とは Power BI サービスで自動更新の設定をするだけです。 Power BI サービスの発行先のワークスペースを開きます。発行したレポートのデータセットの3点リーダーから設定をクリックします。データソースの視覚情報エラーが出ていたら視覚情報を編集から更新します。スケジュールされている更新をオンにし、更新頻度を設定し保存をします。こんな感じで Power BI レポートの自動更新設定もできました。本日は Forms のアンケート結果を Power Automate で SharePoint リストに自動で格納し、Power BI で自動集計する方法を解説しました。Power Automate を使うと Forms で回答してくれた人に自動で返信をしたりすることもできます。例えばフォームスでのイベント参加の申し込み時に参加するイベント詳細をメールで自動返信したいときにも Power Automate を使うことができます。今後いろいろな作業を自動化するための具体的な Power Automate の実装方法も紹介していきます。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。